はい、こんにちは、僕です。ユニコーンオーバーロードやっていきましょう。とりあえず、前回でね、アーマリアが仲間に加わったので、ユニット拡充をしてどこかに組み込んでいきたいなと思ってるんですが、どこがいいかな？いや、普通にアレインの部隊も拡充するべきだよな。編成人数増やしていきましょう。まあ、ちらっと見ていた限りめちゃくちゃ強いんだよな、アーマリア。レベル40だからね。装備品が凄まじいんだよな。ちょっとここに置いて、この飛翔石のペンダント、総称石のペンダント、二つつけてるので、まあ、これでね、PP、AP 両方とも四つまでね、備えている状況になりますね。で、まあ、いろいろスキルがあるんだけど、行動速度がめちゃくちゃ遅いよな。8だから、8だから必ず一番最後みたいな感じ。なので、アタッカーというよりもやっぱり壁役としていてもらった方がいいのかなと思うんで、こんな感じにしておきますか。そしてね、ちょっとね、エルヘームを進める前に、一度試してみたいことがあるんですが、ここ、ソウムの町解放戦、敵のレベル38なんだけど、もしかしていけるんじゃないかなって思って試してみたいんですよね。結構ね、コロシアムに出てくる敵はみんな格上のね、敵ばっかりだったんだけど、うまくね、倒していくことができたので、これ攻略していけるんじゃないかと思ったんですが、ちょっとお試しでやっていきましょうか。ここは騎馬兵で、まあ、レベル高いよな。その分、経験値ががっぽりいただけるのではないか。どうでしょう。どこへでもひとっ飛びですよ。敵の、あ、ほら、いけるな、これ。ちょっと奥リンスを呼び出して、奥が邪魔なんだな。アタックエール。まあ、当たらなければどうということはないじゃないか。私を見ておけ。アトラクトじゃない、スモークボルトで、ここをちょっと黙らせておきますかね、この辺まとめてね。待って、これなんだ？あ、地雷が埋まってる。そんなことあるんだ。向かいます。行きましょう。気をつけて進みましょう。アタックエール、巻きすぎだろ、そこら中に。あ、見ていきますか。あ、圧倒的にいけるな、これは。圧倒的ますな。クイックバリアで防ぐ。あ、でもダメージは受けてるね。メテオスラッシュ繰り出してくる攻撃がランク高いんだけど。痛い。気絶させて、ガードハント、マジックミサイル。硬いな。これ倒しきれるの本当に信じられないんだけど。まず1体コードオフの AP アップ、コードオフの AP アップ。なんで AP 増えるんだ。いや、でもまとめて片付けるんだ。フォローウィング、防がれるよね。避けられる。しのいで、回復して、アイアンリッパー、カーネージ、エピダウン。はい、とどめ。倒しきれる。めっちゃレベル上がるじゃん。なんなら2レベル上がってるしね。レベル差があるから経験値が高いんだろうな。一旦ここ駐留しておきますか。他の子たちは、まあ、そうそう簡単にはいかないよな。やっぱね、相性不利はそのまま顕著に出ますね。だから、あれ、ブレイブポイントが足りないのか。そこ駐留したら増えるかな。グラビティ、あれこれしてくんな。でも変なところに、見当違いなところに出してるな。これを倒していきますか、じゃあ。さっきね、支援攻撃を邪魔したのが、ブレイブポイント消耗してしまった原因ですよね。まだたまんないよね。倒しに行っちゃおうか。ん、これはマジックマインですね。近づくと爆発し、周辺の部隊に被害が出ます。我々飛行部隊なら避けられる。必要なら指示をくれ。あ、当たらないんだ。地上部隊だけ。あ、で、攻撃のブレイブスキルで破壊できるんですね。なるほど。ガンガンレベル上がっていきますけど。あとね、そう、
プレステのね、コントローラーを、新しく購入しました。なので、だいぶね、操作性、問題ないですね。お望みのままにいたしますわ。さて、ここまで行きたいな。とりあえずこの辺に行ってもらおうかな。お力になります。で、こいつを撃破しておきたいところ。被害被りますな。ちょっと一旦こっち側ではね、グラビティの影響を受けるから。はい、どこへでもひとっ飛びですよ。これ届くかな。了解です。次のご指示をなさって。倒せる。かかってきなさい。うん、片付けられるんであれば大丈夫。待って、フラウが凄まじくダメージ受けてる。アイアンベール。戦闘開始時、味方全体のガード率アップ。まあこんなところだろう。まだ成長できるもんだね。クイックキャスト。一度だけ自身の行動速度を最速にし、会心率マイナス 50%。グリフォングライド。遠隔攻撃を1ヒットだけ回避し、HAP プラス1。へぇ。セークリッドヒール。味方1列の HP の中回復。なんかいろいろ覚えてしまったな。また調整しないとだよ。ヤーナはもともと、パンパンになってるから、多分増やせなかったんだろうな。なんだっけ。クイックキャストか、一度だけ自身の行動を最速にし、会心率マイナス 50%。それね、重装系の敵がいる場合だけでいいんだよな。というか正直今ヤーナがここにいる必要ってあんまりないなと思ってて、なくはないのか。なんか重装系の敵に対してもそんなにめちゃくちゃ強いという感じではないので、誰かニーナとかその辺のね、キャラクターと変えていってもいいかなと思ってるんですけど、まあ、フォーカサイトがあるのは助かるんだよな。お任せください。さて、どうしよう。こいつはやっていける。ちょっと地味にダメージ受けてんだよな。先に、嘘。返り討ちに遭う。そんな敵強い、これ。モニカならいけると思ったんだけどな。仰せのままに。さすがに敵強いですね。お力になります。ね、このグリフォンナイトは倒していける。ワイバーンナイトか。返り討ちに遭う。さっさと敵の拠点を落としてしまうことを考えた方がいいかもしれない。私を見ておけ。いや、これさすがに厳しいか。帰ろうか。おとなしく帰ろう。あちらですわね。お望みのままに。どこへでも一人で。そんで、一旦ちょっとここに駐留して、スタミナ温存したいかな。大丈夫かこれ。あ、間に合わなかった。片付けて。まだ伸び足りないね。でちょっと補充したいかな。スキルじゃ回復できないか。たびたび食べてる。スモークナッツを食べよう、とりあえず。これ倒せる。倒せるね。はい。厳しい戦いだな、さすがに。よし、行こう。アレイン隊だとどう？あ、際どいな。あ、でもこっちはいけるな。アレイン隊のところまで引いてきてくれないかな。どこへでも一飛び。了解です。こうしよう。時間が半分を切った。やべ、時間がない。倒しきれないのか。あ、これならいける。もう動けません。動けないよね。そうなんだよね。お任せください。休息して。考えるんだ。あれさっきと結果が違うんだよな。どうして結果変わっていくんだろう、そんなに。ここ強くない？なんでこの子こんな強いんだ。でもできればあそこも拠点いただいていきたいんだけどな。ここブレイカーとスナイパー3人でしょ。おとなしく敵の拠点を崩していくことも考えますか。ここなんてシャーマン3人いるしな。今いる子たちで崩せないのであれば、厳しいよな。どの部隊で行っても結果変わらない気がするんですよね。ドクリーサ一旦帰還してもらった方がいいな。いる意味がないわ。で、アレインはここら辺まで行ってもらおうかな。到着した。王子様。で、ワイルド、あ、使えないんだった。あ、じゃあダメだなって。モニカ隊出てきた意味ないわ。これ絶対勝てないもんね。どうしたもんか。こっち倒せるかな。ある程度敵の数さえ減らせればという感じ。これしのがなきゃな。さて。こ
こいつしのいでもしょうがないのか。これうまくやり過ごして、これ爆弾どの距離まで近づいたら爆発するのかな。この距離、この距離なら爆発しないんだ。まずい。あ、こっち来んの。時間が残りもうわずかだ。厳しいかこれ。クリアできないかな。よし、俺が相手だ。騎馬兵であれば簡単に倒せるんだよな。こんなにレベルたくさん上がってるのに。よし、こういって、これは倒していけますよね。あれ待って、こいつ動いてきたな。動くのお前。さて、行くぞ。どう出るべきか。敵の、これ弾き返されるよな。あ、まあ、勝っても負けても弾き返されるのは変わらないか。お力になります。ああ、ここなら行けるのか。はい。次はどうすべきか。こっち来んの嘘だろ。お望みのままにいたしますわ。向かいます。ご命令を。ちょっと待って。どう出るべきか。忙しいな。ちょっと一旦離れつつ。到着しました。考えるんだ。追いつかないか。そいつ倒してしまいたいんだけどな。ダメージ受けるもんな。どこへでもひとっ飛びですよ。アトラクトでこっちに呼びますか。もったいないけど使っていこう。到着した。ああ、ステージの作戦時間をオーバーしました。進軍に時間をかけすぎた、すまない。くっそー。いやでもクリアできそうな気がするよ。もう一回やり直しましょうか。ここは無理に今クリアする必要はないと思うんですけど。まずこいつを倒すためにはこれでどうにかしなきゃいけないんだけど、お任せください。クラウ隊でアトラクトを使っておびき寄せましょうか。で撃破して、で奥の魔術師を倒すために出すならアレイン隊かな。よし行こう。どう出るべきか。アレインじゃ倒しきれないんだな一回で。ちょっと待って動くな。出陣いたします。ここはやっぱりモニカ隊で行くべき。いやそうでもない。どこへでもひとっ飛びですよ。これも倒せないか。一回じゃ倒しきれないんだよな。そこ片付けてしまいたいよな。とはこっちか。右上のアーチャーはちょっと一旦置いといてもいいかな。とりあえずここ落としたいよな。からこっちに近づきつつ、マジックマインはいいや。スタミナでアイテム回復しようかな。どこに出すんだ。そこか。くそ、そんなところに置く。これさ、なんかアイテムで効果打ち消せないのかな。あー、引き寄せの鈴、引き寄せの鈴でこっちに来てもらえますか。あれ来てくれるのかな。あ、来てくれるんだ。じゃあここで迎え撃ちましょうか、はい、なるほどね。ここですね。さあ来るんだ。容赦しません。ここで蹴散らしていきましょう。コルニア大丈夫、生きてる。すげえダメージ受けたけど今。少したくましくなりましたか。フラウがやられてしまったのか。リザレクション使えない。ライフエイトでとりあえず回復するか。これなら戦えます。そこの円が邪魔だな。すげえ邪魔。こいつを攻撃してちょっと回復しますか。立ちはだかるなら回復できる。お力になります。で新しく敵が出てくるけど、この辺は気にせずに敵陣に突っ込んでいきますか。もうスタミナが切れるかもしれないけど、はい、どうかな。敵が、敵の部隊がめっちゃ迫ってきてる。みんな頑張ってくれ。大丈夫かこれ。確認してなかったけど、ああ返り討ちにできるね。また一歩すぐ。いいね、レベル上がってる。いや、できればもっとレベル上げたいんだよな、こちらも。どう出るべきか。またね、結果変わってるんだけど、結構削れるんで、一回戦ってみましょうか。
どんな感じかな。黒乱隊、こちらの方がまだ被害は少ないね。どこまでやれる。これで大丈夫。リフレッシュで直してデッドスピン。気絶入ってる。バーティカルエッジ倒しきれない。あー仕留められないんだな。ディバインクロス大丈夫大丈夫。くそー、ホワイトナイト、ホワイトナイトか。黒いけど耐える。まだ生きてんの。受けとどめ。また気絶を付与して。硬いなこのホワイトナイト。まあでも1体倒せたのはでかいぞ。で追撃していってもまだ倒しきれないか。これは倒せないんだよね。でも何回か戦っていれば、うん、次で倒せるのか。こっちも一回頑張ってくれ。俺が相手だ。これでブレイブポイント貯まりますよね。そんで、どこへでもひとっ飛びですよ。ヒールとか入れておいた方がいいのかな。結構削れますよね。これでこのまま行ってみますか一旦。了解です。容赦しません。これでどこまで削れる。どこまで強くなるのだ私は。アイアンベール、あさっきの一通りのスキルを覚えるんですね。限界です。限界です。お任せください。いやこれはアイテムで回復するしかないな。スモークナッツ食べよう。どこへでも人と。これで片付くでしょ。だからどう出るべきか。向かおう。待って、あ遅かった。進んでたよそっちも。ちょっとね経験値取得量増やしたかったんだ。欲張っちゃった。でも勝てる、勝てるんならいいか。アイスコフィン、この魔法強いよな。攻撃まとめて凍らされてしまう。まだ生きてる。オッケーオッケー。いやまだ生きてる。しぶといなお前。回復すんじゃねえよ。まだ耐える。やっと片付いた。しぶとすぎ。オッケー、これで敵の拠点制圧完了ですね。めっちゃレベル上がったわ。うん、グリフォングライドね。これでクニアなんだよね。うん、クニアすることはできましたね。ちょっとね触れることもできない敵もいたけども、まあなんとかなるっちゃなんとかなるのか。まあ、無理に今どうこうする必要はなかったんだろうな多分。まあ、この先にね町があるので、うん、総務の町解放しました。特になんかこれといったものもらえないな。解放軍がついに我が町にも町を編みましたぞ。ふむ、なんかいいもの売ってないかな。不屈の大盾、エンデュラスガード、通常ガードのダメージ軽減プラス 50%、 敵の攻撃を大ガードで防ぐ、自身に一度だけ致死ダメージを耐えるバフを付与。あ微妙だな、どうかな。まあ、基本性能が高いよな。あとは無法者の腕はワイドチェイス、敵一列に追撃する、他の味方が攻撃した際に発動。強、これは欲しいわ。で新しい武器もあるけど、鋼の武器か。あと魔鉄、特にね特性は何もないんですね。単純に基本性能が高い武器。こんなところか。ちなみに納品は完了できますね。これでコルニアは全て解放できたのかな。ドラケンガルドもね全ての町を復興したらこんな感じでね、国を一望する形で復興した町並みを見せてくれたんですけど、
思い返せばこの港町に着いた時から我らの戦いが始まった。今やコルニアの大半の町や村が昔の姿を取り戻している。アレインの指示で復興に力を入れたおかげですね。おかげで今や王子の名声はコルニア中に轟いています。俺なんか復興へ回す物資は軍費に回せばいいって考えてたぜ。そう、理屈では分かっていても復興に物資を回す判断は難しいはず。戦いだけでなく復興にも目を配れる殿下には間違いなく名君の資質がある。ジョセフ様、それアレインに直接言ってやってくださいよ。まだオートがグランコリヌが残っている。コルニアの本当の復興とはガレリウスを倒した時こそなのだ。コルニアの王都以外の全ての町の復興が完了しました。なんかそれによってさらに名声がいっぱいもらえたりしないのかな。これはリザレクトオーブか。あれで待って、その辺なんか魔法陣ありましたよね。これって上級なのかな、もしかして。魔法陣もだいぶ発見しましたね。フェブリス各地にこんなに魔法陣があったんだな。古代ゼノイラの支配がフェブリスの全域に及んでいたことがわかります。それでは起動しますね。いくつかなこれ。古代の魔法陣最上級きた。レベル38なの。レベル上げようと思えば上げられるのかな。テスタロッサを手に入れた。会心ダメージプラス30、気絶無効。やばいな、強い武器を続々いただける。オートグランコリヌに向かうのならここで準備をしていってくださいね。これはここは父さん。まだいるんだ。プルムパフムの町解放戦か。これレベル40なんだよな。38も40も大して変わらないと思うけど。いいか、ちょっとこの先さすがに進むのは忍びないな。コルヌの聖杯。まあ、ちょっとここはこれで満足してしまいましたね。なので、これは以前あったのと同じなのか。プルムパフムの町解放戦。と、あとここね、一角獣の覇王っていうのがあるんだけど、この初期マップにね、なんかラスボスがいるっていうのもちょっと胸熱な展開ですよね。さて、そしたらね、次はここなんですよね。エルヘームのストーリーも進めていきたいなと思ってるんですが、ちょっと時間的に一旦今回はこの辺にして、ここの半エルフの道はね、次回ですかね。打って変わって敵のレベルは16。およそ今の半分ぐらいの敵なので、まあ、このエルヘームのね、戦いは割と簡単に進めていけるんじゃないかなとは思っています。はい、それではご視聴ありがとうございました。ではまた。